お昼には戻ってくるから、ご飯の支度しておいてね。美味しいご飯、期待してるわね。火加減はどうしたらいいのかしら。教えて、火の精霊。え、弱火？うわあ、焦げてる姉様。確かにな。お前がニコニコしながら料理をしている間、ずっとおったぞ。笑いながらマキリを振るうとは、いろいろな意味で危ないな、ミカト。私たちはお前が従者としてしっかりやっておるかを確認しに来たんじゃ。そのように存在に扱うでないわ。原点1だ。従者最低表じゃ。うむ、ほこり発見。原点1。悪い冗談はやめんか、お前ら。まるで姑のようじゃぞ。鬼姑として有名なウババが何を言っておるんじゃ。そうじゃそうじゃ、追い出した嫁の数は100人をくだらんからな。ああ、恐ろしや恐ろしや。鬼姑というのは嘘じゃが、お前がきちんと仕事をこなしておるか確かめに来たのは本当じゃ。従者となって2ヶ月が経ったからの。ということで、従者として私らをもてなさいか。私が作った方がうまいわ。ん？何の話じゃ？ああ、そりゃ冗談じゃよ。軽い冗談。私らがそんな意地汚い真似をするように見えるとでも？うなず
知りたいと言っておったじゃろ。これクリクックで吹いた。その曲について少しばかり思い当たる節があってな。いや、私たちは結局何も思い出さなかったのじゃが。その代わり、お湯だた長老様がその曲について知っているということを思い出したんじゃよ。その通りじゃ。さて、腹も膨れたことだし、そろそろ帰ろうかな。そうじゃな。それでは頑張るのだぞ、ミカト。どっこいしょっと。やれやれ。くったくった。ミカト？あら、帰ってきたらまずかった？うん、さっきお腹をさすりながら歩いていくおばあさんたちとすれ違ったから、だいたい想像がつくわ。私あんまりお腹空いてないから、お昼はいらないわよ。謝らないで。どうしたの、ミカト？じゃないの、疲れた顔をしていたからどうしたのかなと思って。大丈夫？ならいいけど。ミカトはおしゃべりな人が苦手。おばあさんたちと喋った後っていつも様子が変だから。散歩に行かない？気分転換に。ほら、外を見て。いい天気でしょ。こんな日に散歩をしないのはもったいないわ。片付けは後からでもできるでしょ。ね。しっかりしてるのね。リムルルにもぜひ見習ってほしいところだわ。リムルルお料理は得意だけど、片付けはめんどくさがるでしょ。
下でかすかな春の息吹が息づいているのが。私にも少しなら聞こえるよ。本当にちょこっとだけどね。どう？見直した？ほら、耳を澄ましてみて。春はもう近いって自然が教えてくれるから。春の息吹はいろいろなところにあるのよ。そしていろいろな姿を見せる。決して一つじゃないの。人によって違った聞こえ方がするのよ。でも一つだけ共通しているのは、聞いた瞬間、あ、春だってどうしてかそう感じること。そうすると胸の奥の方が暖かくなるの。ピヨピヨって感じかな。うん、あとはそうね、ポワンポワンとか。すごいバーマナリ、詩人ね。音感には自信があるの。ミカト、心配しなくても大丈夫。あなたにもきっと聞こえるようになる日が来るわ。この池、小さい頃この池に3人で遊びに来てたよね。私とナコルル、それにヤンタム。こうして滑って遊んだっけ。そうね、それでいつもマナリが。あいたたたたたた。大丈夫？最初に私が転んで、それを助けようとしてナコルルも転ぶんだよね。
私はスイスイって滑れたのに。うわぁ！大丈夫。帰りましょうか。賛成。寒くなってきちゃったね。